どうも、南浩一です。このチャンネルでは、ロアソコモトの試合を中心にサッカーの解説をお送りしています。さて今日はですね、試合の解説に入る前にですね、ちょっと嬉しいことがありましたので、そのお話をちょっとだけさせてください。私がですね、校長している千葉大高校では今日、救命救急法の講習会があってまして、そこにサッカー部の生徒たちとか保健員の生徒たちとかですね、多くの生徒が参加をしています。で、先ほどですね、ご挨拶に行ってきました。そしたらですね、そこの講師を務めていただくですね、日赤の日本赤十字社の熊本県支部の方からですね、と名刺交換をしたところ、いつも YouTube 見てますよと言っていただきました。とても嬉しかったです。ということでですね、そういった方々の、ご期待に応えられるような解説を今日もしていきたいと思います。よろしく最後までお付き合いください。では今日のゲームです。4月22日金曜日、昨日行われましたロアッソ熊本対ファジアーノ岡山戦、ロアッソ熊本ホームスタジアム、笑顔健康スタジアムでやっています。まずはロアッソの先発メンバーからです。ゴールキーパー佐藤、スリーバックは黒木、姿、井岡、中盤に右に阿部、アンカーに河原、そして左の中盤にね、江崎選手、J リーグデビューになりました。ルーテル学院高校から駒澤大学を得て大卒ルーキーです。初出場です。そしてフォートップ杉山、真ん中に高橋、シャドウの位置に竹本、そして左に坂本というおなじみのメンバーということになっています。対する岡山ですけども 4-2-3-1 のフォーメーションです。で、岡山の特徴はですね、このセンターライン真ん中にですね、トップに、からずっとここに外国人の選手が3人並んでましてね、非常にここで、このパワーを、ね、生かしたサッカーをしてくるというのが特徴の岡山です。では早速、試合の方を振り返っていきたいと思います。まずですね、立ち上がりはですね、お互いにチャンスを使います。まず前半の2分でした。岡山がコーナーキックを奪いますね。そしてコーナーキックのボールをヘディングシュートを打ちますけども、これはゴールから外れます。そしたらね、その次すぐ今度は前半の4分、2分後にはですね、今度は熊本がコーナーキックを奪いまして、川原がね、こちらから右足でコーナーキックを上げて、そこは上がってきた姿、ヘディングシュートを放しますが、ゴールキーパーにセーブされて先制点とはなりません。まあ、この後もね、五分五分の展開が続くんですけども、均衡が敗れたのは前半の25分でした。岡山のですね、中盤から、左にボールが振られて、これですね、左のウイングのポジションの木村選手がね、一回ボール、これディフェンスで絡みます。こぼれたところですね、相手のセンターフォワードの15番デューク選手が拾いまして、これを左サイドに振ったところで、左から右へ振ったところで、右のミッドフィルダー、田中選手が入ってきて、左足でワンタッチシュート、これがロアッソゴールに吸い込まれまして、岡山が見事な先制点を挙げます。この後ですね、また一進一退の攻防が続きます。前半はですね、岡山が1点をリードして、ロアッソからすると0対1取り返すことになります。前半のシュート数は熊本が6本に対して岡山が7本ということで、まあね、1点取られましたけども、ほぼ五分五分の展開ということでした。そしてね、後半に入って試合の流れをぐっと引き寄せたのはロアッソの、ね、選手交代からでした。江崎選手ね、まあまあ、緊張の中でいいプレーしてたんですけども、後半の18分ですね、江崎選手をアウトして伊藤選手を入れます。で、この交代により竹本選手、シャドウストライカーから左へずれて、ここに伊藤選手が入ることによって、まあ、伊藤選手はね、非常にベテラン、ボールの引き出し方がうまい選手です。いろんなポジションにこう自由に動きながらボールを引き出すことによって、例えばこれを受けた坂本選手であったりとか、あるいは杉山選手、あるいは川原選手、阿部選手、竹本選手、こういった選手たちが前を向いてですね、ボールを持ちやすくなったんですね。これによって、ロアッソの推進力がぐっと高まりました。そういった中での23分でした。中央からボールを受けた坂本選手、左サイド得意の45度のところからドリブルでカットイン、ペナに入ったところで右足を振り抜きまして、見事シュートを決めてくれました。これで同点弾です。1対1。で、この後もですね、ロアッソ熊本は34分に竹本選手から前節復帰した上村選手、そして43分には杉山選手、高橋選手をアウトしまして、ここに相原選手と利田選手を入れるというね、2枚替えを行いましてね、なんとか追加点を奪いに行くんですけども、残念ながらゴールを奪うことはできずに、試合の方は
そのまま1対1の引き分けと、トータル1対1の引き分けという結果になりましたですね。で、前節、ね、の、栃木戦の引き分けの時にですね、私は、この YouTube でもお話したと思うんですが、引き分けには3つの意味があると思うんですね。1つ目はその試合の内容通りの意味を表す引き分け、2つ目が、良い内容で試合を進めてたのに勝ちきれなかった、いわゆる勝ち点2を失ってしまう引き分け、そして3つ目が、苦しい内容だったけどなんとか引き分けでに持ち込んで勝ち点1を奪った引き分け。栃木戦はですね、どちらかというと3番の引き分けだったように思うんですね。この試合はね、1番の引き分けですね。まあ五分五分、内容もが結果を反映した、内容を反映した結果になったというふうに思っています。ただですね、ここで、まあ、今ね、ロアッソのここまでの試合を振り返ると、11節は終わってですね、3勝5引き分け3敗、それから大監督が区切っている6試合ごとに区切っていくと、この第2クール5試合を終えて、1勝、3引き分け1敗ということですね。非常にある引き分けが多いんですね。この引き分けをなんとか勝ちに1つでも2つでも結びつけることができていれば、順位ももっと上に行っていたということで、次のですね、ホーム水曜日ですけども、平日ですけども27日水曜日ですね、ホームでの次節、ここをですね絶対に勝利して、ロアッソ熊本、もともとの、ね、目標だった6試合ごとの勝ち点10に、ね、少しでも近づけていってほしいと思います。次のホーム戦みんなで応援しましょう。頑張れロアッソ。では今日はこの辺で、またね。